金払って MC なんかやらねえよ、バカ野郎。ちょっとスッキリした。リバジュールスティービー、スッキリした。スッキリした。お前のほかスッキリしたわ。どうしたんですか、急に。ゆったった。急に、急にどうしたんですか。ゆったり、ゆったりましたよ。急になんか荒ぶってますけど、急にどうしたんですか。見てる人もびっくりするかもしれないですけどね。はい、もうほんとね、いろいろあることないことないことないこと言われるんですよ。そう、まあざっくりざっくり言うと、まあ私が目立ちたい一心でこの番組にお金を払って MC になったんじゃないかという。あ、違うんですか。違うんですよ。そう、ほんとにもうね、毎週土曜日にね、お金払ってここに来るお金の時間があったらね、毎週土曜日のお金買ってる。確かに、ほんとに確かに、しょっちゅう飲みに行きたいっておっしゃってますもんね。本当そう、その金あったら飲みに行きたいという。本当そう、本当そう。私この間のね、収録の後めっちゃダッシュで帰ったのにね、もう近所の居酒屋が閉まってて、もうそういうこともあるぐらいこう拘束されてんのにね。うそういうこともあるくらい、全然その重みが伝わらない例えを出してきましたけど、あ、怒っちゃうと思って。まあ、いろいろ大変ですね。大変でした、もうね、ほんとね、目立ちたがりじゃないんですよ。目立ちたがりじゃないんですけど、こちら、現在発売中のコミックゼノンにですね、谷山のインタビュー載っております。ぜひご覧ください。知ってますか、あの花タクっていう女子活動の漫画があるんですけど、それが毎月連載されていて、その後ろにあの花タク通信って言って、毎月あのいろんな選手のインタビューが載ってて、はい、先月あの杉山静香選手だったんですけど、はいはい、もう光栄ですよ。 C アンの次。マジですか。もう光栄です。もうどんどん有名になっていくじゃないですか。存分に目立ってよ。存分に目立ってやろう。はい、この番組は TV ライブオンラインがユーストリームを使って日本で唯一の女子総合格闘技団体ディープジュエルスの魅力と情報を全世界に向けて配信する生放送プログラムです。皆さんこんばんは、見てますか。目立つの大好き谷山です。よろしくお願いします。はい、そしていいですね。はい、アシスタントを務めさせていただきますネクストステージ代表の平田です。よろしくお願いします。いやー、あれですね、リニューアルして早くも4回目ですよ、はい、どうですか、もう結構、うん、あの皆さんのおかげで再生回数も伸びてですね、うんうん、もう2000をこうわーっと超えてまいりましてですね、うんうん、周りからどうですか、反響とかなんかありますか。もう反響だらけですよね。冒頭お伝えしたのに反響だらけですよ。そう、もうね、どいつもこいつもと思ったんですけど、なんかでも意外とそんな文句を言うためであったとしても、なんだ見てんじゃんっていう、お前らも見てんじゃんっていう、あの気持ちよさでいっぱいです。なるほど、はい、まあ有名人の宿命ですね。そうですね、そういうとこっていうのはね、どんどん目立とう、どんどん有名になっていただいて、うん、はい、よろしくお願いします。はい、はい、この番組では女子格闘技団体ディープジュエルスをより盛り上げるため、そしてより知っていただくためにさまざまな企画を展開してまいります。そしてこの、番組をご覧の皆様と一緒にディープジュエルスをもっともっと盛り上げていければなと思います。さらにですね、この番組は視聴者参加型番組となってますので、ご意見、感想などどしどしお寄せいただければと思います。はい、早速あの、はい、朝銀さんからコメントをいただきますね。ありがとうございます。谷山 MC の怒りの第一声から始まりました。今日は荒れるかっていう。言ったったで。はい、ありがとうございます。コメント、あのこの辺ですかね。この画面の右手のところに書き込んだら反映されるみたいなんで、皆さんどしどし書いていただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。さあ、それじゃあ行きましょう。本日の企画こちらです。ドン、女子格あるあるもっと言いたい。イエーイ。はい、というわけでですね、先週先々週とあの女子格闘技選手の方にいろいろアンケート取ってですね、女子格あるあるもちょっと触れたんですけども、はい、本日はですね、その中から女子格あるあるをもっと広げていこうじゃないかということで、集中してお送りしたいと思います。なんだ集中してって、もうなんかもう怒りでね、怒りを吐き出しちゃったら、ちょっと今もう放心状態みたいになってる。なんていうんですか、真っ白になっちゃって。いや、しょうがないです。もうこのまま終わってもいいぐらいなテンションになってる。私今日やりたくて
もう分かる。あ、まあ、ゲストがいらっしゃいますからね。そうだ、ゲストが来てるんですよ、はい、はい、本日一緒に女子活あるあるを、紹介していただけるゲストの方をお呼びしましょう。杉ロック選手です。お入りください、どうぞ。やったー、杉ロック選手来た。会いたかった私。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、よろしくお願いします。2度目の共演ですもんね。2度目の共演です、ね、そっか忘れてた、はい、はい、というわけで杉ロック選手、まずは自己紹介をしていただいてもよろしいですか。はい、和術研修会アクアから来ました杉ロックです。よろしくお願いします。いやいやいや、会いたかったです数日前に会ったよね。あ、そうですね。その時もすごい、もうなんか会うたびにテンションが上がり、あの杉ロック選手のアンケートを紹介するたびにテンションが上がり、本当に大好きです。はい、この番組はですね、あの毎週いろんなゲストの方来るんですけど、あのウィキペディアのページをそれぞれ紹介させていただいてるんですね。で、あの杉ロック選手まだあのページがないということで、うん、作っちゃおうということで、平田さんお願いします。はい、ですね、杉ロック選手、はい、2回出演していただいているので、はい、その時いただいた情報をもとに、フリップの作成させていただきました、はいはい、こんな感じですね、まあ、身長154センチ、48キロ、多分 B 型、でちょっと下の方に行っていただいて、好きな食べ物がタコとあとプレッツェルじゃないです。ブレッツェル、ブレッツェル、そうだ、ブレッツェルが大事なんですね、はい、何なんだと、タコが好きなんですよね、はい、もう何よりも好きということですね。そんな杉ロック選手のために、はい、どうしたんですか。ある情報を、ある筋から情報を仕入れてまいりました。はい、はい、何ですか。タコの専門店、なんと三茶にですね、タコ林というタコの専門店があるんですね。はい、もうタコ好きの杉ロック選手のために探してきてくれたんですか。ちょっとあんまりテンション上がってないみたいな。無理やり無理やりちょっとメニューの方見ていただいて、はい、タコ見てください。はい、もうタコ一色です。ざーっとメニューの方、本当にタコだらけ、はい、そうなんです。見れますか。はい、見てください、ほら、ここ美味しそう。ほら、結構ね、酒に合いそうな。え、でも杉山選手飲まないですよね。お酒も飲まないんですけど。そうですね。知ってますよ。普通にタコだけ食べます。タコだけ食べに行きましょう。どうですか、はい、ちょっとお店の情報ですね、もう一回。はい、ちょっと、いや、普通に行きたいですよ。ちょっとお店の情報をもう一回見ていきましょうか。はい、はい、はい、こちらは、ね、タコ林。はい、世田谷区上馬って言うんですか、これ。2-38-11っていうことでですね、最寄りの駅でいうと、ここですね、三茶ですね。三茶。神奈川通り。住みたい町ナンバーワン、はい。こちらです。今日ですね、こちら杉ロック選手の方に差し上げますので、ぜひ。いや、マジ行きましょう、行きましょう。行く。ぜひこれお持ち帰りの上。はい、ありがとうございます。はい、やった。そしてですね、もう一個あれですね、さっき僕が間違えたブレッツェル。ブレッツェル。これブレッツェルなのか、うんうん、プレッツェルなのか論争が前回あったじゃないですか。出ましたっけ。その貝がですね、ちょっとこちらにあるんですね、ほら見てください、これですね、これ、はい、これが有名なブレッツェルのお菓子ですね。1億8000万ドルを超える巨大な産業らしいですよ、これアメリカでは。まあ、そこどうでもいいんですけど、プレッツェルっていうのがですね、どうやら英語発言で、はい、ブレッツェルっていうのがドイツ語なまり、プレッツェルとブレッツェルの違いそこらしいんですよ。はい、はい、以上です。はい、以上になります。以上になります、はい。ちょっとじゃあプロフィールに戻っていただいてですね、好きなミュージシャンがブラハマンということですね。あ、これ今だに中村雄一好きなんですか。いや、ちょっと前回も言いましたけどね、なんですか。いや、前回違う人の名前でしたけど。あ、どうでしたっけ、どなたでしたっけ。香川真司選手が大好きです。あー、そうだ。これちょっとじゃあ、修正してみましょうか。修正で、はい、これをキャベット変えて、はい、サッカーもですよね。信じてどういう字か。信じて、誠に、あ、平田正則のマークですね。司です、はい。こうですね。そうです、はい。はい。OK です。ちょっと、なんか、
バンみたいな、うん、なんか間違ってるやべえ、素で間違ってるじゃないですか俺。バンガワになってますよ。はい、理想のタイプ香川真司に修正いたしました、はい、ブログはロードトゥネクストライフということですね。皆さんぜひこちらを参考にですね、ウィキペディアの方を作成していただければと思います何か作ってください、はい、よろしくお願いします。あ、そうだ、そう、私ね、あのね、謝らないといけないことがあるんです、はい、スギロック選手に、はい、ずっと言い出せなかったんですけど、ここで謝ってもいいですか、はい、あの、私ね、デビュー戦の時にね、控室一緒だったんですよ。で、私すごいその日緊張してて、あの、刀持って入場されるじゃないですか、はい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 、私刀の向き逆を教えちゃったんですよね。あの刀を刺してる向きがこっちかな、あっちかなっておっしゃってて、僕スタントマンとしてはこれはしゃしゃり決めだと思って逆を教えちゃっただからその後スギロック選手の入場で刀逆に刺しててやばーと思ったんで今謝ります。まあ世話でしょ、それちょっとあの後日ちょっと今混乱してる谷間さんの今あの前に前に時代精神ちょっと今出てきてますけど、朝銀さんからコメントいただきます。2月女子格闘技を 初観戦した際、一番インパクトを残してくれたのはスギロックサラミ戦でした。ありがとうございます。いや、あれいい試合でしたからね、本当に。まあ、ご本人的にはねちょっと反省の点があるってことをお話しされてましたけど、そんなスギロック選手からもアンケート、はい、ありがとうございます、はい、いただいてまして、ざーっとこんな感じになってますね。どうですか、ご本人の方から。これね、毎週来た人に聞いてるんですけど、はい、あの本当に1週間に5日も練習してるんですか、プロの選手って。いや、プロですよ。いや、5日ちょっと少ないかなと思って。ああ、そう。理想は、あの理想は週何回ですか。理想週何回ですか。できることなら6はしないといけないな。もう週1日休みは十分だと。あ、そう、本当に谷山さんの中ではこれでも水増ししてるんじゃないかっていう、そういう疑惑がある。もうなんかもう全員なんかそういう風にちょっと多めに言って、みんなが多かったもんだから引くに引けなくなって、みんな言い張ってんちゃうって思ってるんですけど知ってます。谷山さん、谷山さん、はいはい、そんな谷山さん、今週は週いくつ練習されたんですか。あ、でもね、2やった。しかも聞いてください、私今日ね、2部練しました。どうや2部練した。今日ね、あの、BB メイ選手と、あの、美代子選手と、あの、黒部選手と4人で一緒に練習したんですよ。えらい。えらくない。スギロック選手のこのアンケートもじゃあ戻ってみましょうか。はい、とこんな感じになってますね。なんかいちいちかっこいいんですよね、スギロック選手のね。格闘技をやってるデメリットは特に感じないとかですね。男子格闘家と女子格闘家の違いは、男子と女子区別のあまり好きではないので、どちらも同じ総格闘家だと思ってますとかですね。かっこいいですね。あれ、どっかにサムライロックってありましたよね。上から2番目。あ、ここですね。はい、すいません。これか。現在の本業は何ですか。サムライロックということにしといてくださいって。何ですかこれ。これはね、すっごい考えてどうしようかなってまあなんかそういうことにしとこう。なるほど。かっこいい、かっこいいから大丈夫。なんとなくですね。分かりました、ありがとうございます。そうです。ちょっとあれですね、あの、さっき、はい、あのプロフィールの方ちょっとパーッといっちゃったんですけど、はい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 、あのスギロック選手はご本、あの、個人的に、スギロック選手は、はい、あ、そう言いました俺今言いました。大丈夫ですか僕。あの、ご本人的に、うんうん、あの、追加していただきたい項目とか、なんかこれだけはちょっと追加したいみたいな、うん、そういう項目ってありますか。例えばなんか入場曲へのこだわりがあったりとか、あのブログに植物の写真が多いですけど、なんか実は好きだとか、なんかそういうのありますか。うん、なんかさ、あれですよね、あの、仲の良い格闘家はみたいな感じで、谷山直美って書いてほしい。それ谷山さん、谷山さんの意見じゃないですか。
公言してほしい、これから先ずっと。分かりました。なんか聞かれるたびに公言してほしいです。もうなんか言わされた感満載ですね。なんか、ユーストリーマー47530さんから、はい、練習量が少ないのに先日の試合に勝てた谷山さんはセンスがあるということですね。ありがとうございます。いやもう練習量が少ないのには前提になってますからね。いや知ってる。試合前はちゃんとしてる。あれ試合前もしてる、まあ、週6でしてます。今週も収録で。いやさっき先週も今週も収録で、あと試合後とかだとちょっと落ちるけど、まあ、集合。基本はなるほど、はい、谷山さん、はい、朝銀さんから、はい、谷山 MC は練習の鬼なんですよねっていう。そうです今日2ブレインやったんですよ。すごい勝ち起こったように、はい、まあまあそんな感じで、はい、いろいろアンケートしてみて、はい、あのどなたか作ってください。ウィキペディアの杉六選手ページと谷山ページよろしくお願いします。はい、じゃあいっちゃいますか。はい、はい、本日の本題です、女子格あるあるもっと言いたいということでですね、どんどん紹介していきたいなと思います。はい、今ご覧の方もあの思いついたらどんどん書き込んでいただければなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、で、はい、どうぞ。採用不採用のジャッジをですね、うんうん、あの杉六選手に下していただきたいと思います。このあるあるは採用だ不採用だ、いいんですか、その重要な。いやいや、もうこの3人の中だったら絶対間違いない、一番間違いないジャッジを下してくださると思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そんなわけですね、過去にこんなあるあるが出ましたことですね。はい、富松選手から、寝て起きるとき無意識に充実さし、あるね、どうですか、あるある。あ、ちょっと充実やらないんで。ちょっとこれはどうですか、寝返りを打つときにエビって。いや、ないし。マジですか。まあちょっと待って、まあ、ちょっとこれどうですか、あの女物の服が着れなくなる、こういう杉六選手ですよね、やっぱり体がでかくなっちゃうんですかね。どっちの耳が潰れているかを見て入り方を想像してしまう。かなりマニアックですけど、ね、マニアックですね。でも耳とか見ちゃいますね、なんか。あ、でも見ますね。はいはいはい、はい、なんか駅とかででかい人いたら耳見ます。この人もやってるんだ的なね、ちょっと親近感湧いちゃったりもしますよね。はい、餃子耳の男性にポッ、どうですか。いや、そこまではいかない、ないですね、そこまではいかないですね。はい、格闘技やってらんぞと言われる、どうですか杉六選手は。あの、あんまりこう格闘技やってるって公言してないんで。ああ、そうなんですか。世間には。ああ、世間には。プライベートではそうなんですか。うん、まあ、勝手に話が一人歩きしてるだけみたいな。あ、なるほどなるほど、面白いですね、結婚さんね。耳が湧くと嬉しい、どうですか。湧いてない。これどう、女性って耳湧かないように気をつけたりとかするもんなんですかね。あ、でもなんか女性は湧きにくいって聞きます。あ、うんうんうん、そういうもんなんですね。はい、だから少ないですね、女性の方で湧いている方っていうのは。はい、女子格闘家というとプロレスラーと一緒にされる、まあ、あんまり周りに公言されない、うん、まあ、言わないんで。はい、練習着を忘れても借りれなくて困ると。はい、あの、全然男子の借ります。あ、あの、ダボダボのやつ借ります。え、マジですか。ご本人的になんか抵抗とかあんまりない。あ、あの、別に男の人の着るのは抵抗ないんですけど、うんうん、ただちょっとダボダボっていうだけで。スポブラは、それは忘れない。スポブラ忘れるはもう女子格あるあるではないらしいです、どうやら。そう、今まであの参加してる。面白いですね。はい、ラウンドガールの背が選手より高くて気になる、まあ、これ見てるあの僕の意見ですけどね、うん、選手とかどうなんですか、こういうの気になりませんか。いや、そのスタイルいいな。あ、ちょっと客観的に見てしまう。レフリーが一番強そうって、これ間違いない、どのレフリーなのかって、一発で分かる。まあ、そんな感じの声をいただいてますね。まあ、そんなふうに、はい、うん、その他にもどんどんお寄せください、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それじゃあ、はい、早速いきますか。はい、ご意見来てますか。はい、三清桜井さんからですね、はい、ありがとうございます。はい、次の対浜崎戦も楽しみにしてます。ありがとうございます、楽しみにしてます。そうですね、あと朝銀さんから、はい、杉ロックジャッジ厳しめのスタート。
確かに厳しいです、ね、採用ゼロっていうこともありますからね、気を引き締めていきましょう。まあそんなわけですね、はい、今回ちょっといろんな、あるあるをですね、視聴者の皆さんであるとか、あと選手の方からいただいてるんですけど、どうですか杉六選手ご覧になって、はい、パーッとなんか気になるところありますか、はい、いくつかありましたね、はいはいはい、一番最初なんか、これはって何かあります。私ね、私からやってもいいですか、はい、67番、いましょうか、はい、ですか女子格あるある筋トレをやりすぎるとおっぱいがなくなるのではと不安になるあ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 る全然あれちょっと待って全然乗ってないですけどそれはちょっと気にしたことはなかった。そっか、私あんまり不安になって筋トレできないんですでも杉六選手もそうだし、この間中井凜選手の会見見ても思ったんですけど、やっぱ筋トレしててもおっぱいはなくならないんだなっていうことに気づいて反省しました。筋トレこれから頑張ります。はい、というわけでこれ採用でいいんですかね。いやいやいや私の筋トレをやりすぎるとおっぱいがなくなるのではと不安になる、採用でしょうか不採用でしょうか。採用です。いやいや、誰も採用してないですけどね、これ5人は幸先いいですね、幸先いいですどうですか、まあ、ちょっと気を取りなしで、杉六選手的になんか気になるなんかあるあるとか多分いろいろあるのかなと思うんですけど、これ見てて一番、はい、番号でしたね、37番、はいはい、ちょっとじゃあ読み上げていただいていいですか。いきます。女子格あるある案外オーバーサーティーが多い。あそうですよね。これね、僕コメントしづらいですよ、さっきのおっぱいネタもそうですけどそう、なんかみんな若そうに見える割に意外とね、そうね、オーバーサーティー、私も30歳ですけど、30です。なんかでも今日一の食いつき、最初あれです、お二人一緒にゲストに出たのに出ました、全然年齢とか知らなかった、うん、あそうですね、でもなんか本当皆さん若いですよね、30過ぎなのか全然20代っぽく見える方がたくさん多いなって。代謝がいいんでしょうね、多分。なるほど、うんね、どうなんですか見た目なんか見た目のその老化とか、スポーツ用のサプリメント以外にもちょっとそういうヒアルロン酸とか、うん、そういうちょっと若返り系のサプリメントみたいなのを取ったりとか食事のこと考えたりとかします？してないですしてないです全然、はい、なんか、はい、あすいません、ね、いやいいですいいです若い子を見て、例えば最近ほら、結構新人の選手出てきたじゃないですか、はあ、そういう選手とか見て、うん、それとかテレビを見てとか、うんうん、年の差を感じるようなことってあったりとかします？まあ、その2月にやったサラミ選手は、それね、いくつって言ってたっけ、23ぐらい。若っ。あ、そうなんですか。なんかすごいな、ちょっとし、あ、でもなんか、ちょっと、そっか、ちょっとし、うん。自分にがっかりしました。あ、若い子頑張ってるな。でもどうですか、練習とかしてて、そのちょっと、歳だなとか、まあ、あるいは日常生活の中で年齢を感じることとかってどうですか、お二人はあります？なんかね、うちの王さんが言ってたんですけど、はい、総合格闘技は若さ関係ないって言ってました。なんだろう、技術とかもどんどん上がっていくし、はい、駆け引きとかもあるから、はい、その歳が取ってもその戦い方をどんどん変えていけるから、総合格闘技は若ければいいってもんじゃないって言ってました。どうですか杉六選手、その意見も受けて、ね、はい、まあ、やっぱりその分技術が上がっていくというか。そうですね、やっぱ、うん、若い時は勢いでいいと思いますけど、うん、やっぱり年から技術ね、大沢さんも
そうですね、うんうん、なるほど、そんなご意見を受けてるのかわからないですけど、みきお桜井さんから谷川さんは気にするほどでは、はい、っていうあれとか年齢の話ですね。若く見えるってことですかね、ありがとうございます。本当にあと朝銀さんから谷山ジャッジはかなり甘くなりそうっていう、うん、そんなことないよじゃあちょっと厳しめにいきます。今度こそはジャッジをですね、杉六選手にしていただきましょうか。はい、だって杉六選手が選んだのに。そうそうね、選んだ、はい、これ誰がジャッジするんですか。案外オーマンサーティーが多い採用です。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。じゃあ次々いきたいと思います。あ、これ見てる方からのご意見です ね、 いいですね。近藤さんからいただきました、はい、吉角あるある、パンフレットとかの宣材写真が無表情というと硬いある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 どうですか杉六選手。どうなんですかね。自分の宣材写真。そうだそうだそうだ。あ、自分のはちょっともうこれやめてほしいな。そうですね、これ目がまだ長い。これだいぶ打ち合わせ中もなんかこれ結構前の写真なんだけどみたいなことをおっしゃってましたけどね。これはちょっと なしででもかっこいいですよね。これちょっとでもなんか杉六選手って確かそのジムの、うん、撮ってるすげえかっこいい宣材写真とかあるじゃないですか、はい、なんかああいうの使ってほしいなとかなんかそういうの感じたことないですか。うん、もう変えてほしいです。あ、ちなみにこれいつごろの写真なんですか。はい、これは2,3 年前とか。あ、へえ。ですかね。なるほど、なるほど。なんか宣材写真みたいななんかないですかね、今その。あ、私あれ持ってます。あれ持ってきました。あれ。ディープジュエルス2の時なんです。ちょっと前なんですけど、パンフレット開いてみよう。どうですか。どうですかね。なんかさ。やっぱこうキリッとしてなきゃダメなんですかね、こういう写真って。なんか谷尾さんの写真もありますけどね。めっちゃ可愛いんですよ。なんでこれ結構ね、私ねお気に入りです。どうですか、杉六選手。ちょっと可愛くないですか。ね。私これねめっちゃライト当ててもらったんですよ。そう。あれ。まあまあそれはいいです。それはいい。谷尾さんの写真が個人的に可愛いっていうのはまあ分かったんですけど。うん、なんか杉六選手ご本人的になんか、ご自身だけじゃなくて他の選手はもうちょっとなんかこういう感じの写真の方がいいんじゃないかなみたいなって感じたりとかしたことあります。いや、でもやっぱ格闘家なんでこうキリッとしてた方がいいと思うので、いいと思うんですよ ね。僕男目線からいくとなんか、まあ多分選手のキャラにもよると思うんですけど、笑顔の写真とかあってもいいのかなって気はしますけど、ね、なんか W ピースとかね、そう、こういうね、でもほら引退されちゃいましたけど、長野選手なんか入場するときとか笑顔で入場したりとかするじゃないですか。そういう選手なんか、まあ、宣材写真も笑顔でいいのかなって感じはしますけどね。キャラにより、そうです、キャラで応じて結構いいんじゃないかなって思います。みんなで撮り直しちゃえばいいんじゃないですか。なんか一括してプロデュースしてディープジュエルス TV で、そしたら撮り直そうぜってなったら何、どんなのがいいですか。いやでもじゃキャラ的にやっぱ、肩なのって撮ったりとかしたらいいですよね。あんまり、そうですよ、そうそう、だからみんな入場の服で撮ったらいいんですよ。うん、そうですね、なんかもうちょっとこう個性っていうかキャラが出てもいいかなとは。いや、そう、一人キャラがすごい強い人がいますよ。確かにちょっとアゲハさん、めっちゃかっこいい、これ一人だけ不自然になるエロス、ここもここまで突き抜けてると逆にすごい確かに、ね、いや確かにこれぐらいやりたいんですよ。でもこれはこれ、ね、これご自身であれなんですかね、提供した写真なんですかね。このそうそうそう、なんか写真送ってくださいって言われるんですよね、パンフレットに使うからみたいな。あ、そうなんですか。そうなんか、そうなんですね。彼女ね、もともとこうなんかこういうキャラですよね。そう確かに、なんかこういう写真もっと増えたらいいなと、面白いなと思いますけどね。私もそういう写真にしたいな、アゲハさんみたいな。ジョジョ立ち本当だ、ジョジョ立ちにしか見えない。色気のやつ。みきお桜井さんからコメントでございます、はい、ちょっとさっきのあれですね、あるあるに対してなんですけど、はい、30代の皆さんには女子格を引っ張っていってもらわないとっていうですね、
まだまだ頑張ってくださいってことですね。よし、任せろ。はい、あと三木尾桜井さんから同じく、さっきの谷山さんは気にするほどでは、はい、っていうコメントが、はい、いやいや胸の大きさの話だったんですけどっていう。私ね、山迫選手が衣装を作ってくださってめっちゃパッと入れてもらったんで巨乳に見えるんですよ、上司って戦うときラッキーこれ系、これ系、僕本当どう絡んでいいか全然わかんないですね。やめよ。じゃあジャッジしていただきましょうか。そうそう、なんでしょう、パンフレットとかの宣材写真が無表情というか硬い、採用でしょうか不採用でしょうか。これはそれでいいと思う。不採用です。不採用です。近藤さんありがとうございました。近藤さんありがとうございます。貴重なご意見ありがとうございます。ありがとうございます。不採用でした。じゃあ平田さん何かありますか。そうですね、ですね、ちょっとじゃあ僕のところであれですね、あのですね、18番、じゃあいきますか。女子ククールある強い。これね、本当いや強いっていうのはどういうことですか。いやいや、あの僕も一応あのジムに帰って格闘技やってるじゃないですか。で、あの本当に女子格のプロの選手とスパーとかってやったことなかったんですよ、最近まで。あのいわゆる一般界の女子選手としかスパーやったことなかったんで、まあジュエルスに上がってる選手でプロで世界レベルの選手といえども、まあ、やっぱり男子には力ではかなわないんじゃないかって思ってたわけですよ、どっかで。で、初めて僕あのデゲゴいた時に、シーアンと、はいはいはい、杉山静香選手スパーしたんですよ、はい、もう男ですね、あれビビりました、フィジカルが。あの四つとかで、ほんと互角なんですよ。もうビビりましたね、もうほんと強いなと思って。それから結構あの僕女子格見る目は変わったってところありますね。まあすみません、僕の一方的な僕のなんか一方的な思いをただ言ってるだけで、反応リアクション困りますね、こんなこと。困りました、すみません。じゃあこれは不採用ということでいいですかね。はい、不採用です。まあちょっとそんな僕自分の気を取り直す意味でもちょっとコメントいただいているんで、ユーストリーマー475308さんから、杉ロックさんも谷山さんもパンフの写真とは別人ですねっていう。どういうことですか。そのどういう意味か。いいのか悪いのかですよね。どうなのか、ちょっとそのコメントどっちなのかちょっと教えていただきたいですね。ちょっと補足してもらっていいですか。はい、ぜひお願いします。ユーストリーマー475308さん、お願いします。はい、じゃあ続いていきましょう、はい、私選んでもいいですか。お願いします。77番、おこれは何とお読みしたらいいんでしょうか。視聴者の方からいただきました。そうです、ね、ホルノさんですかね。ホルノさんですね、からいただきました。はい、はい、女子格あるある、ツイッター実況でシーアンに否定的なことをツイートしたら本人から威嚇ファボが来る。これは分かりますね。これは分かりますね。見た、昨日かな、なんかね、この間ね、あの杉山静香選手がね、ご自分でね、あのご自分に対する辛辣な意見をリツイートされてそうそう、そう、してました、しました、あの、髪のやつですよね。あ、そう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 、あの僕もたまにあるんですよ、なんかリツイートしてくれればいいのに、うん、なぜかお気に入り登録されましたっていうメールが来るっていうね。見てますよ。そう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 。私の悪口書いてるの見っけってやつですよね。スギロック選手ってツイッターとかってやられてるんですか。やってないんで、ちょっとあんまりよくわかんないんですけど。 あれですか、ブログオンリーですかね。スギロック、もう手いっぱいです。あ、でもなんかそういうのが苦手な感じが、そのキャラと合ってる感じがします。なんかあんまりキャピキャピあのツイッターばっかりしてたら、なんかちょっとイメージ悪いですよね。まあまあ、でもあれですね、ブログもほぼ毎日更新されてますもんね。なんかどうですか、その、まあ、インターネットで例えば試合終わった後とか普段でもご自分の名前検索してみたりとか、そのなんか評判って気になったりしないですか。あ、なんか最初の頃は気にしてたけど、うん、もう今はそんなに、なんかエゴサーチ、検索はしないですか。スギロック半角スペース評判みたいな。それはない。やらない。どうぞ。大谷山さんやられるんですか。やります、やります。全然やる。谷山半角スペース目立ちたがりの検索する。ネットパトロール。
落ち込みませんそれなんか、まあ、プラスの評判もあればとか、なんかそうじゃないのもあるわけで、だからそういうダメな意見とか悪い意見とかを聞いて、はい、怒りのボルテージを上げてオープニングで切れるなるほど、はい、事の運びですよね。荒ぶれる MC として新しいキャラを作るから確立、どんどん荒ぶっていきましょう。なるほど、このツイッター実況で深夜に否定的なことをツイートしたら本人から威嚇ハボが来る。これはちょっとツイッターやってらっしゃらないということで、谷山ジャージです、採用採用ですこれは。ちょっと今ユーストリーマー475308さんから、はい、パンフの写真より会場で見る実物の方が綺麗です。ありがとうございますありがとうございます、よかった、もうよかった、また切れるとこやったわけよ僕もよかったです、危ないですね、よかった、よかった、よかった、でもやっぱ試合中綺麗に見えますもんね、やっぱキラキラ輝いてる、確かに確かに、うん、うん、試合中輝いてますね、はい、じゃあ次行きましょう、次6です、何かどうですか、ですね、いいでしょうか、普通、あ58番いきましょう、女子格あるある、普通の女子と同じことしてもブリッコしてると言われる、あら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 、おさえよ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 、ほんとそうね、何女の子ぶってんのみたいな、お前が言うなよって思うんですよねどんどん怒りのボルテージ上がってますけど、例えばどういう時にそういうことを言われるんですか、杉六選手って。まあ、じゃあお酒を飲めないんですよね、うん、はい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 、ちょっと軽い、カクテル的なカシスオレンジとかカシスウーロンみたいな飲んでる、うん、何女の子みたいなの飲んでるの基本的にはやっぱ日本、うん、日本酒とかそうですね、焼酎とか日本酒とか飲んでそうな、そういう言われますね、あちょっとじゃあ一応聞いておきましょうか、谷間さんどういう時にそういうこと言われるんですか、結構日々言われる、なんかブリッコブリッコってなんかねネットにも書いてあったしまたネット、そう別にブリッコしてるつもりなんかないのに、うん、それはもう可愛さが若干ね結果そのブリッコに見えてしまうっていうだけの話でどうですか、どうですか杉六選手、ご意見を言いたい、えなんかでもよくある私だけじゃないですよね、ある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 やわ、これは本当にしづらいですけどね、なるほど、まあ、杉六選手も確かに全然ブリッコしてるように見えないですけど、そういうふうに言われるってことはそうなのかもしれないですね、まあちょっと谷山選手はちょっとよくわかんない採用ですよし、じゃあ次平田さんいきますか、はい、じゃあ行きましょうか、はい、50番いきたいと思います、50番、はい、視聴者の朝銀さんからいただいた、はい、資格あるある、ね、売店が寂しい、おこれあれですね、グッズが、はい、グッズがあんまりないっていうことだと思うんですよ、あーそういうことか、朝銀さんってもともと女子プロレスが好きで、そこからこう、うんうんうん、女子格闘技に来たので、女子プロレスに比べると、うんうん、なんかグッズがあんまりないなっていうことなんですよ、確かに、どうですか杉六選手はなんかご本人のなんかグッズあったらいいなとか、そうやって考えたりとかします、もしくはまあ自分じゃなくてもいいんですけど、もうちょっとこう選手のグッズがあったら、会場とかちょっと賑やかになるのになみたいな、そう T シャツとかタオルとかそういうのがあってもいいかもしれないですね、杉六選手 T シャツはないんですか、ないですね、作らないんですか、欲しいどういうそれ着て入場するわ、どういう T シャツですか、杉六侍って書いてある、あーかっこいいですね、侍、ね、侍、うん、侍ってバンって書いてあるやつ作りましょう、私お金出すお金出すすぐお金出すことで有名だ出す出す相談で結構人気出るような気がしますけど、ね、どうですか谷山選手はどうですか、このグッズ販売のあたりって生写真じゃないですか、やっぱ生写真、ね、生写真だって女子プロレスは本当だって自分で撮れるような、ね、あの写真チェキとかにサインをつ、うんうん、やるだけでもそれでも長蛇の列とかになってますからね、やろうそれそれでこうディープジュエルズ TV の懐に収まる
まあね、なんかそれでちょっとでもね、あの会場が盛り上がったりとか、ファンの方が増えたらいいなとは思いますけどね。あのどういうのが欲しいんですかね、逆にこう、うん、選手側というよりは見てる方たち、客さん側が欲しい。そうですね、ちょっとぜひ、あの特にあのご意見いただいた朝銀さんからなんか、コメントいただければ嬉しいですね。はい、あ、朝銀さんからコメント来ました。はい、谷山 MC 落ち着いてっていうコメント。落ち着いてるよ。まああと選手のグッズを買うのも応援の意思表示だと思っているので。あ、ありがたい。ありがたいですね。ありがたいですね。まあ、僕も確かにあの番組の企画でタオル販売とかするじゃないですか。そうすると、うん、あのやっぱりその選手を本当に応援している方って、うん、2枚目とか3枚目とか購入していただいたりとかするんですよ。すごくありがたいなと思って。まあ、それはちょっとでもこう選手のね、豊かさにつながればいいなと思いますけどね。どうですかね、あの僕のこの僕のあるあるじゃないです、すいません勝手に僕のあるあるになってましたけど、すいません失礼しました。売店が寂しいこの女子格あるある、採用でしょうか、不採用でしょうか。採用。ギリギリ採用です。あ、ユーストリーマー475308さんから、はい、ポートレートを販売してほしいです。お、ポートレートって写真のこと？わかりません。ポートレート何ですか、ポートレート。写真ですよね、写真だと思う。あ、そうなんですね、うん、写真ということでよろしいですね。はい、はい、ということでありがとうございます。ご意見のやっぱ写真結構ニーズ多いですね。なるほど、なるほど。はい、次行きましょうか。はい、次行きましょう。はい、ありますね。私選んでいいですか。はい、お願いします。62番。はぁ、62番。これも視聴者の方からいただきました。はい、田中さんからいただきました。女子格あるある、格闘技を始めてから正直モテる。どうですかこれ。あれこれ僕わからないんで。ある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 。谷山選手はどうですか。女子格あるある、格闘技を始めてから正直モテる。あ、モテるんですか。うん、違いますよ、だから自分比ですよ。別に私が人よりもモテてるって話じゃなくて、格闘技を始める前と始めた後で言うと、始めてからの方がモテるよねっていう話です。へー、不採用です。不採用でした。でもまあ、モテるはモテるまではいかなくても、やっぱりちょっと人気が出るとか、うんうんうん、そういうのはないですか。なんか始める前も後もモテません。まあまあね、まあまあね、まあいろいろありますよ。何も言えない。朝銀さんからですね、ポートレートの作りやすいかも、あとはツーショットでしょうかっていうですね。ツーショットチェキとか。そうみたいですね。あ、ツーショット撮りたい撮りたい。おお、さらに具体的な意見が、はい、ポートレートは A4 ぐらいのサイズの写真と思っていただければ。A4 ぐらい。そうみたいですね。これぐらいか、これぐらいですね。プリントアウトするような感じなんですかね。じゃあ多分その方に撮って。なるほど、売りましょう。いろいろ勉強になりましたね。うん、あ、ぜひじゃあちょっと、はい、企画でやりましょうかね。うんうん、やりましょう、やりましょう。協力していただかないとダメですけどね。どうしたんですか。どうしたんですか。なんか急になんか急になんかちょっと日頃の鬱憤みたいなのが見えたくした。いやちょっと今すごいドキドキした。いやちょっと今リアルちょっと実務的なことを考えて、まあそうするとやっぱ佐伯さんにもお願いします。みんななんて言ってくれるかな。そうするとまた長野さんにツイッターでなんかディスられるかなとか、ちょっといろんなことを。まあいいです、すいません。頑張ってください。女子格の未来のために。そうですね、まあいろいろまだできることっていっぱいあると思うんで。はい、じゃあ杉六選手どうですか。はい、まだいっぱいあると思うんですけど。そうですね、あ、79番いきましょう。女子格あるある、関節柔らかくて決まり方がえぐくなりがち。ああ、ある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 。どうですか、どうですか、この辺やっててやっぱりご自身でもかけたりかけられたりすることでやっぱり感じることありますか。やっぱあの見てて、やっぱ女子柔らかいからもう完全に、いや関節反対向いてるやんって。ある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 。なのにタップしないっていう。あれ怖いですよね。そういうのは結構あるんで。なんかジャッジの人とかも大変ですよね、多分どこまでどこまでみたいな。そう、それでなんか下手、ね、そう、下手に止めて、はい、いや決まってないって言われる。でもね、あれなんでちょっと
僕もだからまたあの僕の話になりますけど、うん、練習で女子の方に十字ってなかなか決まんないんですよね。あだからそれは技術的に下手くそなのかじゃなくてもういやいいですいいです違います。いやいやあの違いますとも言いづらいしちゃんと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 決めてるのにあのなかなかでもなんかね下手な人ってね言うんですってちゃんとできてるはずなのにって杉六星ちょっとどうしましょうまあすみません僕は悪かった僕は悪かった。なんかいや見ながらだから、うん、ジャッジの人も多分止めるタイミング難しいんだろうなってすごく感じるんですよね、うん、なるなる、サルペの女の子とかも多いですもんね、うん、女子だと確かにそう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 、でもやっぱり決まるときはちゃんと決まるんですね当たり前ですけどやっぱり女子の選手でも決まりますよね、うん、杉六星選手柔らかいですか関節あのアームロックとかのこう肩が柔らかい、うん、怖い、ね、そうそうだって人によってそうですよねあの部位も違うんですよ柔らかい部位がなるほどなるほどなるほどそう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 谷山さんはなんかどこが柔らかいとかあります？私全部柔らかいそうそうなんですよ長いからかな、なんかそうあクラシックやってたからかな、なんかそうそうそうなんですよ。でも私もそんなにこう歴が長いわけじゃないから、はい、どこまででタップすればいいのって思って、はいはいはい、そうかちょっと早めにタップした練習の時は早めにタップした方がいいよっていうのを先輩から言われますけど、うん、あそうですよね、うんうん、だから関節柔らかい人って平気だと思ったら先に腱とかが伸びすぎちゃったりとかするんで実はそういうの危険だと思うんですよね。朝銀さんから、うん、谷雨 MC、はい、自分には甘めだけど他人には厳しいありがとうございます。朝銀さんありがとうございます。朝銀さんだけですよ僕の味方は本当にありがたいですねごめんね傷つけるよ、ちょっとすみませんちょっとほっこりしました今のごめんねでありがとうございますどうですか僕のじゃあ僕のあじゃあ僕のあるじゃないこれ杉ロック選手のあるもうどんどん分かんなくなってますけど、はい、ジャッジをじゃあ谷雨選手にじゃあ下してもらいましょうか、ね採用です。はい、じゃあどんどん行きましょう。皆さんありますか。はい、じゃあですね、これまたじゃあ視聴者の方にいただいた意見で、春菜さんから行きましょうか。はい、女子格あるある。男子よりも面白い。ちょっとこれ嬉しくないですか。採用です。ありがとうございます。これも杉六先生に聞く前にも採用です。採用でいいですよね。はい。採用です。そうですね、ちょっとこれちょっと面白かったんで、あのこれ谷田さんなんですけど、はい、66枚いきましょうか。はい、女子格あるある。寝技の練習の後は自分の体から自分じゃない人の匂いがして変な気持ちになる。あるあるあるこれどうですか、採用でしょうか不採用でしょうか。あるあるそう、ほんとね、変な気持ちになりますよね変な気持ちにはならないけど自分以外の採用ですなんか違和感を感じるね。はい、じゃあ私行きたいと思います。あ、お願いします。はい、ファンの方からいただきました近藤さんからですね、ありがとうございます、はい、新宿フェイス、はい、足かかあるある。新宿フェイスで500円高いなと思いながらお酒を4杯5杯飲んじゃう客の前俺らがあるあるこれね、私知ってますあるある採用です酒飲みだからと分かる。そう、すごい分かる。なるほど。あとこれもう一個新宿フェイスあるあるいいですか。ああ、お願いします。女子格あるある、エレベーターが混む。ああ、杉六選手これあります。あります、採用です。ありますね、はい、帰りなんか特に大変ですもんね。もうちょい行きますか。はい、行きましょうか。僕じゃあちょっと、はい、いいですか、はい、女子格あるある、酒好きが多い。採用でしょうか不採用でしょうか。あの、自分お酒飲まないんで。はい、不採用でーす。すいません。しょうがない。これもしょうがない。これもしょうがない。あ、これはい。私の女子格あるある74番いきます。女子格あるある、はい。プロテインとかアミノ酸のことはあんまり信用できない。おー、そういうもんなんですかね。これ杉六選手。どうですか、いかがでしょうか。めっちゃ飲んでます。信用しまーす。なるほど。毎日飲んでます。はい、もう一個いきましょうか。76番、はい、見てる方からいただきました。女子格あるある、リング内のセコンドが人生のセコンドになりがち。うん、これどうですか杉六選手。そこ行きましたか。ありますあります。これはね、
ファンの皆さんからどういう気持ちなのか分からないですよね。複雑極まりないですよ。もうグッズまで買って応援した結果、セコンドと、ね、いやセコンドとセコンドしちゃうみたいな。本当に言いたいんですよ。よく、まあ、一般的に言われる、女子格闘家はセコンドが彼氏っていうのと、はい、あとインディーズバンドのスタッフは彼女です。ある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 なんです。あるある。なるほど。ちょっと僕じゃあちょっと気になるのがですね、はい、これはあの視聴者のヤンさんからいただいて、今9番いきたいと思います。はい、女子格あるある。選手層が薄いので階級無視されがち。一人の選手がいろいろな階級で試合しがち。これ大変じゃないですか。これはでもやっぱ昔はすごい多かったけど、うん、最近はそうでもないかなと思うんですよね。なるほど、まあ、最近確かにねちゃんとしてしまいましたね。そうですね、じゃあ半採用ぐらいです。半採用で、ありがとうございます。三木尾桜井さんからちょっとコメントをいただきます。はい、ありがとうございます。女子格闘家は真面目な人が多そうなので、グッズ販売をしたくない人もいると思うので、うん、選手の実践に任せた方がいいと思います。参考にさせていただきます。いただきます。すいませんでした。あ、そうだ、私ね、これも紹介したいです。今日黒部美奈選手と一緒に練習して一個聞いてきました。黒部美奈による女子格あるある。可愛い選手が相手だとガゼン燃える。どうすか。どうですか。可愛い顔で殴ってやる。そう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 。あるあるある。黒部選手採用です。まあまあ、じゃあちょっとですね、はい、お後がよろしい感じですね。あー楽しかった。もうあっという間にお時間が来てしまいました。重六選手いかがでしたか。あるある面白いですね。面白いですよね、いろいろ。あ、じゃあこれたくさんあるある出ましたけど、本日の杉ロックが選ぶナンバーワンあるある。あー、マジか。え、今まで出たやつ。はい、出たやつ。あ、どうしよう。もう何でもいいですよ。いきますか。操作されるいきますか。え、これでいいの。いや、何でもいいです。じゃあ、いきますか。じゃあこれにしよう。はい、いきましょう。スギロック選手が選ぶナンバーワンあるある。普通の女子と同じことをしてもぶりっこしてると言われる。おめでとうございます。田中さん、おめでとうございます。田中さん、あれですよ。スタッフの方です。田中さん、おめでとうございます。田中さん、おめでとうございます。何も当たらないですけど。はい、ありがとうございました。まあ、そんなこんなですね、はい、先週も告知いたしましたけど、はい、8月9日にディープジュエルス5は決まりましたね。はい、決まりました。ちょっとまあライト級の、タイトルマッチも決まってますけど、その下、うん、浜崎彩子選手対杉ロック戦、うん、決まりました。決まりましたね。どうですか、大一番じゃないですか。これ多分楽しみにチケット買ってる選手じゃないですね。ファンの方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、率直なご感想といいますか。いや、ちょっと、うん、びっくりですね。もう階級が違ったんですもんね、今まで。私もあの、ね、会見の時に同じ場に、うん、あの同席したんですけど、はい、スギロック選手がまあ緊張してるっていうか、ご本人もおっしゃってましたけど、ちょっとファン、浜崎選手のファンみたいなところがあったっていうのをおっしゃってたんで、どうなんですかね。やっぱり今まだそんな感じは、それともある程度こう戦うモードに切り替わってきてるもんなのかとか、ちょっとどうなんですか。いや、まあそれはもちろん、その試合決まったからにはやってやるっていう気持ちですけどね。あ、なるほど。浜崎選手階級1個落としてくるわけじゃないですか。その辺とかこう意識したりとか、まあちょっとその辺イメージして練習したりとか、あの対策練ったりっていうこととかされたりとかしますか。まあもう試合は、ね、ずっと何回も見てるんで、はい、まあ、対策はもちろんしてます。もう、はい、なるほど。コメントをいただいてます。はい、ビーイングギザさんから、この2試合は豪華だ。うん、本当豪華だ。僕ぶっ飛びましたからね、本当にこの
浜崎選手と杉ロック選手戦を聞いたときは、あと三木尾桜井さんから、はい、ありがとうございます。元チャンプ同士の対決楽しみ、うん、楽しみ。これ決まってからやっぱ周りの方から反響ありますか？びっくりしたよ、ね、すごいねってなんかやっぱみんなってそこ、うん、あそこ来るみたいな、うん、いきなりかってことですね、うん、朝銀さんから8月9日が待ち遠しいです。頑張ります。三木尾桜井さんから暑い夏になるそうですね。楽しみだな、したいと思います。ちょっと僕最後に、はい、まあもう今多分試合のことに集中されてるかもしれないんですけど、うん、まあもし考えたらこの試合の後にその海外のことを意識されたりとかそういうことって考えてたりとかしますか？海外よりもまずやっぱジュエルス のベルトにもう一回挑戦したいなっていう気持ちですね、うん、まずなるほど、ね、まずはそこに、はい、なるほど。ユーストリーマー47538さんから浜崎杉ロックが見たくてチケット買いました。ありがとうございます。谷山 MC の出場はっていうコメントをいただいてます。出場あの8月9日の大会への。あ、出ません。言ってよかったのかな、茂木さん言ってよかったのかな。大丈夫大丈夫って声が向こうの方から聞いてまいりました。はい、あと三木尾桜井、はい、そうですね、あの谷間 MC に、うん、会ったら皆さん可愛いよって声かけてるんですね。 ありがとうございます、お願いします。あれ、お願いします。三木尾桜井さんからフィジカル面での対策もしてますかっていうコメントいただきますけど、フィジカル面の対策、まあ言える範囲でいいですよ。フィジカルでの対策は特にしてないかな。なるほど。この試合が決まったからっていうので特にフィジカルを増やしたりっていうことはしてない。ああ、それはしてない、いつも通りというか。そうですね、なるほど、うん、まあまあそんなですね、大注目のカードが決まれてますね、うん、あとあれですね、あの先週出ていただいた美代子選手と宇津井選手の試合は決まってます、その他出場予定選手として、アミバ選手の名前が挙がってますね、場所は新宿ベース、チケット料金はこんな感じになってますが、当日料金、500円アップになりますので、いい席は皆様お早めにお買い求めください、はい、ぜひよろしくお願いします。杉ロック先生、あれですか、ブログとかでご自分で受け付けてたりもするんですか、チケット？やってない。やってないですよね。やってないですよね。やってないですね。各種プレイガイドでお伝えしてすいません。すいません。三木桜井さんから、はい、ナンバーワンコンテーダー決定戦ですね、はい、ありがとうございます。これは間違いなくタイトル絡む試合ですからね。一個だけちょっとさっきが気になってることは、はい、なんですか、杉ロックさん歯並びいいですね。あ、本当だ。すいません、僕が読み飛ばして三木桜井さんが桜井さんごめんなさい、すいません。からすごい、あ、なんかだからテンション低かったんですよ今日一日。もしかして違う そういうわけじゃないです。ごめんなさい、杉六選手、三木桜井さんが杉六選手歯並びいいですねってコメントいただいてます。なんか歯並びって結構ほらマウスピース作るから突きつけられるじゃないですか、自分の歯並びを。マウスピース作った瞬間、あー、お母さんなんでちっちゃい時にやっててくれなかったんだろうと思うじゃないですか。だからいいなと思います。ちょっと苦笑いしてる。苦笑い。朝銀さんから、谷山 MC 出ないのか、はい、練習の成果を見るのはその次ですね。そうですね、次頑張ります。ものすごい練習の成果、目に物見せてやる。すごい成果見られると思います、はい、楽しみにしてください。はい、収録やってますからね。はい、練習をね。はい、また楽しみですね。そっか、本当に集合や、まあまあいいかもしれない。この話はもういいか。いや、いいじゃないですか。まあここはね、うん、ここはもう結果で証明するって感じですかね、うんうんうん、やっぱりね、プロなんで。そうですよね。はい、あ、楽しみだ。はい、これ来週ってもうゲスト決まってるんでしたっけ？あ、はい、来週はゲストが決まってますね。はい、ちょっと待ってください、飛んじゃった今、ライブゲストは誰だっけな。そうだ、すみません、来週じゃ、来週のゲストは、はい、富松選手です。やったすみませんね、メタルポーズ、ちょっと今落ち込んでます。なんで富松さんが、飛んじゃったんで。寺田さんが、寺田さんもそういうとこあるから気をつけてほしい。すいません、気をつけてほしい。気をつけます。すいません、気をつけます。はい、
じゃあそれではですね、来週も皆さんたくさん見ていただければなと思います。タイトルマッチに対する意気込みなんかもね、たくさん聞いていければなと思います。はい、はい、それではまた来週同じ時間にお会いしましょう。和術系集会ハーツ、竹山直美とネクストステージ代表平田雅則でした。そして杉六選手でした。ありがとうございました。それでは皆さん。